マッチはいかがですか？そこのあなた、マッチはいかがですか？マッチは、あこ、どうしたの？ひなちゃん、何やってるんだっけ？私たち、マッチよりの少女。マッチよりの少女だよね。え、なんでだっけ？ほら、うちら小顔マッサージしたら体が小さくなっちゃったでしょ？なっちゃったね。で、戻るためには人参、じゃがいも、玉ねぎ、豚肉で iPhone 15作らなきゃでしょ？作らなきゃだね。なのに、これまた小顔マッサージの影響でお金がなくなっちゃって野菜買えなかったでしょ？買えなかったね。だから、マッチュってお金を稼ごうとしてます。このあらすじでついてこれてる人いるのかな？初見殺しもいいとこじゃない？何言ってんの、ひなちゃん。ごめん、忘れて。ていうか、今思ったけど、勝手に路上販売みたいなこと言ってしちゃいけないんじゃん。許可、取ってます。なら安心だ。とはいえ、マッチ売り、これで稼ぐって大変だよ。本家だって全く売れてないんだから。うちもそう思ってね。実は改造してきたの。改造してきたの？マッチを？そう、売れるマッチに。おう、見せてもらいましょうか。そんなね、日が青くなったり、多少明るくなったくらいじゃ、マッチは売れませんぜ、晩ご飯。ほい。マッチ。マッチじゃん。大塚食品から発売されてるビタミン炭酸。マッチじゃん。案件じゃありません。というか、マッチ。マッチからマッチになっちゃってるじゃん。改造しました。なるんだっけ？マッチからマッチって。マッチの原材料にマッチはなかったと思うけど。でも、ひなちゃん、これは何ですか？マッチ。こっちは？マッチ。こっちは？マッチ。こっち。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 マッチ。マッチ。そっち。つまり、式にするとこうなります。そうなるのか。そう言われたらそうなっちゃうのか。あれか、数学の中で1イコール2の式が成立しちゃうあれと同じ理屈か。理屈です。なるほど、納得。完全理解だわ。そりゃマッチイコールマッチですわ。ってことで、早速売りますか。そうだね、早く元の姿に戻らないとだし、一丁やりますか。ヘイヘイ、いらっしゃいいらっしゃい。いらっしゃいいらっしゃい。息のいいマッチ入ってるよ。入ってるよ。ちょいとそこのお姉さん。姉さん、こいつを一口飲んでみてはどうよ。どうよ。こいつあれ、なんと1日分のビタミンとミネラルを美味しく飲めるマッチなんよ。なんよ。炭酸飲料とは言うが、微炭酸なもんで飲みやすいったらありゃしない。ありゃしない。なになに、この寒い時期にそんなもの飲まないって何をおっしゃいますやら。ますやら。この寒い季節に部屋をあったかくしてクイッと飲むマッチ、これがよ、最高なんじゃないですかい。ですかい。案件かしら。案件じゃありません。まあ、どっちでもいいわ。これ売ってるのよね。はい、売ってます。買ってくれますか。いいわ、全部ちょうだい。全部ですか。ですか。え、箱ごともらうわ。ええー、あ、ありがとうございます。前通り。すごいよ、あんこ。全部売れちゃったよ。売れちゃいましたな。まさか一人で全部買ってくれるなんてね。びっくりですな。それに、あの人綺麗でかっこよかったな。なんかこう、強くて優しそうっていうかさ。憧れますな。うんうん、憧れる。ああいう大人になりたい。なりたいですな。のためにはとりあえず元の体に戻らないとね。早速、野菜買って iPhone 15 作ろうか。おう。マリコ様、どうしてマッチなんか買ったんですか？さあ、ただ、なんとなく、あの子たちには何度か救われたことがある気がするの。マリコ様がですか？いいえ、世界が。世界？いやいや、そんなバカな。あんな小さな子供ですよ。わかってるわよ。ただの直感。でも、あの子たちに限らず、誰しもきっとどこかで私たちは繋がってるものよ。それにね、世界を救うって、何も巨大なヒーローになって怪物を倒すことじゃないの。目の前の事柄に対する小さな思いやりや優しさ、誠実さが回り回って、どこかの誰かを救ってることがある。世界を救うって、そういうことなのよ。なるほど。そうやって絡まるようにして繋がり合ってるこの世界の中で、選んで生きていけばいいの。選ぶ？何をですか？相性がマッチする人と、自分にマッチする生き方を。カップルの案件ですか？案件じゃないわ、ジン君。後でお仕置きよ。ありがとうございます、マリコ様。それじゃ、取るよ。ほい。せーの、デッドクナール。お、おー、戻ってる。成功ですな。いやー、やっぱりこの体じゃないとね、じっくり来ない。そうですな。さて、無事に元に戻ったことですし。余った材料もありますし。作りますか、マッチ。え？いや、多分マッチは人参、じゃがいも、玉ねぎ、豚肉じゃできないよ。マッチしないか。マッチしないよ。でも、うちとひなちゃんを組み合わせると？それは、へんてこな日常の出来上がりだね。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。すっかり冬ですね。みんな、あったかくして寝るんやで。また次の動画で。